慶長5年1600年。この年、全国の諸将が東西の陣営に分かれ、天下分け目の戦いが行われることになる。これは、その戦いの前哨戦において、意地を見せたとある戦国武将の記録である。慶長5年7月25日、会津の上杉景勝を討伐するため、進軍していた徳川家康のもとに恐報が届く。石田三成と大谷義継が共謀して反徳川の謀反を起こしたのだ。家康と会津征伐に向かっていた諸将は、いわゆる小山評定を行い、石田三成討伐のため、会津征伐の中止と反転しての精神を決議した。東軍として小山から軍を返した主な武将は以下である。甲斐、府中22万5千石の浅野義長、信濃、飯田15万石の京極高友、駿河、駿府14万石の中村和氏の名代である中村和重、道東に掛川6万8千石の山内和豊、道東に横須賀3万石の有馬と四次、道東に久野1万6千石の松下幸綱、道東に浜松12万石の堀尾忠氏、徳川家康の娘婿で三河吉田12万2千石の池田輝政、三河岡崎10万石の田中義政、尾張清須24万石の福島正則、尾張黒田3万5千石の一つ柳直盛、これら東海筋の諸将に加えて、畿内異性の勢力として、伊予、板島7万石の東道高虎、伊予、正木10万石の加藤義明、讃岐、丸亀6万1千石の生駒和政、丹後、宮津、および、豊後、杵築18万石の細川忠興、豊前、中津18万2千石の黒田長政などがおり、徳川勢の先鋒を担う、神津家、高崎12万石の井伊直政と、軍滅家、軍艦として派遣された本多忠勝の姿もあった。結果的に、こいつら全部が、岐阜城に攻めてくるのだ。対するのは、岐阜13万石の織田秀信であるが、どれだけ絶望的な状況か、お分かりいただけるだろうか。わずか13万石で、合計200万石を超える諸将を迎え撃つのだ。さて、8月9日には、早くも、一つ柳直盛が、黒田城に帰着。続いて、8月11日には、福島正則が、清洲城に帰還。黒田長政、加藤義明らも、共に清洲に着陣している。そして、8月14日には、遅れて、山内和豊が、清洲に到着。この頃には、東軍諸将のほとんどが、清洲に集結していた。対する西軍は、石田三成が、8月10日頃に、大垣城に入るものの、西軍の主力たる毛利勢らは、伊勢に向かってしまった。西軍は、東海道筋を主戦場と想定してしまっていたのだ。だが、8月15日に、松の木城主の徳永長政が、今尾城の市橋長勝らと2000の兵で丸茂兼俊の福塚城を攻撃。徳永長政に率いられた友軍は、さらに高木守兼の高須城や、駒野城、そして津屋城にまで進攻することになる。東軍は、美濃を主戦場として動いていたのだ。美濃では、すでに東軍と西軍の戦闘が開始されているのだが、徳川家康はなぜか、江戸城から動こうとはしなかった。これに清洲城に集結していた福島正則ら東軍諸将は憤慨する。我らは、家康に、捨て石にされたのか。おそらく、本多忠勝と井伊直政は、針のむしろであったろう。徳川家康が江戸から動かなかった理由は、諸説あるが。当初は、石田三成の反乱だと思われていたものが、三奉行、夏釜佐家、真下長森、前田玄尉に加え、大老の毛利輝元、宇喜多秀家までもが参画する。想像以上にヤバい代物になったことが、主な理由であろう。精神した東軍諸将は、石田三成とは対立する連中が主だが、西軍によって抑えられてしまった大阪城の豊臣秀頼に対して、反乱とも言うべき行動に踏み切れるのか。要するに、家康は東軍諸将の裏切りを恐れていたのだ。8月19日に、ようやく徳川家康の使者として、8月10日に江戸を立った村越直義が清洲城に到着した。福島正則らは、早速、村越に家康の存念を問い詰める。だが、村越から出た言葉は、非常に侮辱的なものであった。おのおのが手出ししないゆえ、出馬なく候。手出しさえあれば、急ぎ出馬するだろう。要するに、村越直義は、お前らが日和見して、兵を出さないから。ナイフ様は出馬できないんだよと。居並ぶ諸将に、喧嘩を売るような口上を述べやがったのだ。これは、徳川家康の危険な賭けであった。家康は、侮辱的な言葉で、東軍諸将が裏切るか判別したのだろう。普通なら、このような侮辱的な言葉を受ければ、東軍陣営から去る者が現れることも十分にあり得たのだ。だが、村越直義の口上を受けた福島正則ら東軍諸将は、家康に目に物見せてくれるわと怒り心頭ながら、
一致団結して岐阜城に進撃することを決議した。こうして標的にされてしまった織田秀信や大垣城の石田三成に江戸の徳川家康どころか日本全国の戦国武将らすべての予想を超え、こいつら清須の東軍諸将以外には全く意味がわからない事態に突入していくのだ。8月20日、東軍諸将は岐阜城攻めの陣立てと進軍ルートの表情を行った。そのルートは清須と岐阜の最短距離にある高田の私と高田より下流にある御輿の私である。下流の御輿の私は須の又に至る美の字となり、土線による古来よりのメインルートであった。上流の高田の私は木曽川が幾重にも分かれ、徒歩での渡河が可能なルートであり最短ルートでもある。だがここで陣立て軍の編成が問題となった。どう考えても最短距離で歩いて渡れるルートが有利だからだ。福島正則は東軍の前線基地となった清洲城の主だからと、先陣たるべく高田の私を進むことを主張する。池田輝政は舅である徳川家康より先陣を命じられ、岐阜城がかつて池田家の持ち城であったことからこちらも譲らず先陣を声高に主張して口論となった。この口論は井伊直政と本田忠勝が仲裁に入り、尾張が領地であることから船の調達が容易にできる。福島正則の隊が御輿の私に進むことになり、池田輝政の隊が高田の私を進軍するも、池田輝政には家康の婿として巧妙に走らず、下流組の渡河完了の合図である狼煙を待って、上流組は渡河を開始する旨制約がなされた。8月21日には黒田城主の一つ柳直森も清洲城に参り、木曽川渡河作戦の最終的な組み分け表情が行われた。そしてこの日の夜の犬の刻午後8時頃、御輿の私に向かう福島隊が清洲城を出陣。福島正則を大将に田中義政、黒田長政、加藤義明、細川忠興、生駒一政、寺沢広隆、東堂高虎、京極高ともに井伊直政と軍艦の本田忠勝という陣容である。同じ頃に高田の私へ向けて池田隊も出陣。池田輝政を大将に山内和豊、堀尾忠氏、浅野義長、有馬豊氏、戸川道康、松下幸綱、一つ柳直森の軍勢だ。なお中村和重と田中義政の若干の兵は犬山城の抑えに羽黒付近に向かっている。木曽谷の代官を務め木曽川の河川周運を管理し、犬山城主でもあった大谷義次の妹婿な石川定清が美濃、郡上四万石の稲葉貞道、美濃、黒の四万石の加藤貞康、多良城主とされる関和政、菩提三城主の竹中重門、和知城主の稲葉正道らの西軍に組みした美濃勢の援軍と犬山城に籠城していたためだ。一つ柳直森は犬国、夜10時頃に木曽川の堤の下である極楽寺に着陣した。他の東軍諸将も同じく堤の下に展開したと思われる。こうして清洲城に集結したものの、一週間以上ほとんど動きを見せなかった東軍の軍勢が突如として美濃、尾張の国境に押し寄せ、風雲急を告げる事態になってしまったのだ。東軍諸将を迎え撃つは岐阜城の主たる織田秀信なのだが、普通に名前を言ってもピンとこないだろう。だがあの織田信長の孫にして清洲会議で秀吉に担がれた三法師といえば、うなずく人は多いはずだ。天正10年1582年6月27日、尾張の清洲城において織田家の家督を決定する清洲会議が開かれた。通説ではこの清洲会議において織田信長の次男の織田信勝と三男の織田信孝の兄弟が織田家の家督をめぐって争い、織田信孝を押した柴田勝家に対して山崎の戦いで明智光秀を討った羽柴秀吉が信忠の意地で数えでまだ3歳の三法師を跡継ぎと主張。これに丹羽長秀と池田恒興が同調して三法師が織田家の家督に決まったとされるのだが、この通説を見直す見解が出されている。織田家の家督はすでに嫡子の織田信忠に引き継がれており、その織田信忠が信長と本能寺の変で倒れたからには、信忠の嫡子である三法師が織田家の家督を継承することは当然のことであった。そもそもが清洲会議の場が清洲城となったのは、本能寺の変において岐阜城にいた三法師が前田源義の手によって清洲城に避難していたためであり、山崎の戦いと明智光秀の残党の討伐の終結後、織田家の家老や諸将は当然のように織田家の家督継承者の三法師がいる清洲城に集結したのだ。清洲会議とは織田家の家督を決めるものではなく、三法師の名代後見人の立場と所領の配分を決めるものであったとの見解が出されている。
三法師は最初から織田家の正当な継承者だったのだ。だが、その後の三法師はその身を翻弄されることになり、賤ヶ岳の戦いや小牧長久手の戦いを経て、織田政権は立場を逆転した羽柴秀吉によって簒奪された。豊臣政権下の三法師は九州の孫としてそれなりに遇される。天正16年1588年4月の受洛大行幸までに、9歳で元服し、従四位の下、侍従に叙任されている。その後に、秀吉の甥で岐阜城主であった羽柴秀勝が、文禄元年1592年に朝鮮出兵で亡くなると、その後継ぎとなり、従三位、中納言に任官の上、岐阜城主となった。これは、織田信長の四男で、秀吉の養子となっていた。羽柴、を継ぎ秀勝が亡くなった後を、羽柴、小吉秀勝が継ぎ、その後を、織田秀信が継いだ形と見られている。紆余曲折があり、羽柴一門の一大名に甘んじてるとはいえ、織田秀信は織田家を象徴する岐阜城主に返り咲いていたのだ。そして、関ヶ原の戦いの年である慶長5年1600年、岐阜城に石田三成の使者である川瀬様之助の訪問を受け、石田三成に挙兵の計画と味方になることを勧誘される。土土綱家小作り長政の両家老はその無謀を解き、徳川方につくことを進めるも織田秀信の意志は固く、その説得のために後見役である前田玄意に意見を求め、京に向かうも、その隙に織田秀信は石田三成に組みしてしまった。さて、東軍の出撃を察知した織田秀信は、木曽川において東軍の渡河を阻止するため、8月21日、岐阜城に守備兵800を残して出陣した。岐阜城から南下した織田勢は、加納から中山道で東に向かう。総大将たる織田秀信は1700の兵で、境川、旧木曽川本流跡手前の閻魔堂に本陣を置いた。織田秀信の閻魔堂への着陣は資料が残っており確実である。先陣の将を任された土土綱家は中山道をさらに進んで、新加納から大野を通って最前線となる高田の渡しへ向かう。この進軍路は遠回りのように思えるかもしれないが、木曽川と境川に挟まれた地域は湿地で深田が多く、高田の渡しから中山道への最短距離である。大野を抜ける道筋が当時のメインルートであったようだ。土土綱家と飯沼長実、長助の父子に津田元綱、元房の父子の、総勢2500の織田軍主力は米野から上沖にかけて展開。小作り長政は千の兵を率いて東の中屋に布陣する。中屋には土仙の松倉の渡しがあり、小作り長政は松倉からの敵の進軍を警戒していたのだ。米野の後方、伏せ屋には石田三成からの援軍である。柏原彦右衛門に川瀬様之助、松田十太夫の2000の兵を配置。これは、渡船の炎上時の渡しを警戒するとともに、高田の渡しへの遊軍とする措置であろう。新加納と大野の間には、名田尾山城、小槌城の佐藤方政が、1000の兵で配置され、これは犬山方面を警戒するとともに、第二防衛ラインの境川を守るものであろう。さらに、織田秀信は、花村半左衛門、梶川三十郎に、鉄砲隊をつけさせて、秀信の付け家老の一人で、竹ヶ花城主の杉浦重勝のもとに援軍として派遣。杉浦重勝に命じて、おこしの渡しにおいて、防衛線を張らせた。織田方の配置は、8月21日中には完了している。東軍における高田の渡しへの先着は木曽川対岸の、極楽寺に着陣した一つ柳直盛と思われ。その時刻は、8月21日の猪刻、夜10時頃である。要するに岐阜城の織田方は、戦機に満ちた清洲城の東軍諸将の出陣を予測し、東軍の渡河作戦を見事に看破。木曽川と境川を二重の防衛ラインとして先に布陣を終え、高田から来るであろう東軍諸将を待ち構えていたのだ。無論、このことは大垣城の石田三成にも伝えられただろう。だが、織田秀信の誤算は、その石田三成の判断が遅く、追加の援軍を送ってこなかったことであり、さらには、渡河作戦に投入した5万というアホみたいな兵力と、参加した東軍諸将のやけくそじみたやる気を、西軍陣営で最も見えた目をもってしても、読めなかったことが最大の誤算であろう。東軍諸将の行動は普通はありえないのだ。自分の居城を明け渡して徳川の軍勢を入れ、ほぼ全力で出撃してくるなど、予測しろという方が無理ではないだろうか。慶長5年1600年8月22日の朝、木曽川の南破線の堤の下において集結した池田隊総勢1万8000は木曽川渡河の表情を行い、東軍諸将には小将の配膳にて弁当の供応が行われた。やはりというかまたこの表情でも一悶着があり、池田輝政と一つ柳直盛が渡河の順番で揉めている。
渡河地点となった甲田の私は、一つ柳直森の黒田城が近く。というか、甲田付近は、そもそも、一つ柳直森の領地であった。そのため、池田輝政が、家康の婿で、先陣を命じられていても、自分の領地の川を先に渡らせることは、まかりならん。と、一つ柳直森が、声高に主張して、相変わらず、先陣を譲らない池田輝政と、口論になったのだ。この一つ柳直森と池田輝政の口論は、山内和豊が、仲裁に入り、池田家の家老の井伊忠次が、輝政の名を代として少数で、まず、一番に川を越えて、続いて、一つ柳直森が渡り、その次に、池田輝政の本体が渡河するという案を出して、なんとか妥協が成立したのだが、池田輝政が、寡黙で物事にこだわらない性格とか、輝政のファンには悪いが、何かの冗談ではないだろうか。さて、池田隊は、川波州の野々垣久春を、水先案内人にして、伊伊忠次を先陣に、南破線を越え、甲田島にいたり、笠田の私から松原瀬を越えて、木曽川の一ノ瀬の川を越え、中洲の笠田島に乗り上げる。池田輝政の、本隊や山内和豊、有馬と洋次ら寄せての諸大将も、我も劣らずと、馬を川に入れ、笠田島に続いて上陸した。一つ柳直森は、瀬文役の大野春久に先導させて極楽寺から、光明寺口の渡り島を越えて、中洲の笠田島の河原へと、軍を進めた。堀尾忠氏の軍勢も、一つ柳直森に続いたと思われ、東軍の諸将の先発隊は、笠田において、ひとまず集結した。笠田には、小矢場島の陣跡として、史跡が伝わり、池田輝政が、軍勢を集結させるために、旗を立てた地と伝わる。ところで、甲田木曽川渡航の戦い跡という史跡もあり、西軍より鉄砲を打ちかけられ、渡河戦があったとされるのだが、おそらく笠田には、織田の兵はいなかったと思われる。笠田には、ボロ小屋があって、池田輝政と山内和豊が登り、有馬と洋次と一つ柳直森は、軒先から対岸の敵城を見ていた。屋根から見た山内和豊は、敵を4500と見当をつけ、軒先から見た一つ柳直森は、敵を3500と見ている。この笠田と対岸の米野の間の流れである北破線が、当時の木曽川の本流であったと思われ、いよいよ、木曽川の渡河戦となる、米野の戦いが始まるのだ。米野に駐屯する織田勢は、笠田に集結した池田隊に鉄砲を放ち、池田隊も、対岸の織田勢と牽制のために、鉄砲の打ち合いを始め、池田輝政の本隊が、渡河を始めようとしたので、一つ柳直森は、下流から、米野の包みに向かって押し回り、足軽に背踏みさせて、800の兵を繰り出させた。者ども、川は浅いぞ越すべきぞ。馬の刻、昼の12時頃に、一つ柳勢が、真っ先に川を越えて、木曽川の米野川の包み、堤防を駆け上がって、待ち構えていた織田勢に突っ込んだ。米野の戦いの一番槍の手柄は、一つ柳直森が挙げたのである。一つ柳勢の大塚権太夫が、一番に馳せ向かい、織田方の岐阜四天王の一人、ただし一人以外は不明な、飯沼、古寛平長助と槍を合わせた。大塚権太夫は、包みの上から、大見の槍で突き下すも、飯沼長助が突き上げた素槍によって、鎧の草摺の下から突き通されて撃たれてしまう。だが、後続の味方がおいおいと馳せついたので、大塚権太夫の首級は取られずに済んだ。一つ柳勢の二番手である服部孫蔵が包みを乗り上がり、織田方の藤田権左衛門と槍を合わせるも、包みの内側に引き込まれ、深手を負う。三番手の藤野久左衛門も包囲され、窮地に陥るも、そこに、一つ柳直森の本体が馳せついて、織田方と激戦となり、平井作右衛門が首を取って、ようやく一番首となる。織田方は、敵を引き込んで、うまく戦っていたのだが、結局は、多勢に無勢となって押し込まれてしまった。一つ柳勢は、米野の戦いで、多くの首を挙げており、その中には、渋谷利左衛門が討ち取った竹市善兵衛もいた。通説では大塚権太夫が、竹市善兵衛を討ったことになっているが、それは、江戸期の軍記物の創作だったりする。竹市善兵衛は、やられ役にして良い人物ではなく、八須賀家政の老臣として、徳島城の縄張りを行い、城の北側の城山島を開拓した竹市城山こと、竹市信義の甥の竹市秀道になる。米野の戦いにおける大塚権太夫の活躍は、ほぼ創作と思われるので、注意が必要だ。一つ柳直森は、木曽川の渡河に成功したが、甲田の私の本筋においても、池田、堀尾、山内らの諸将が渡河を観光。堀尾忠氏の家臣である堤五郎兵衛が一番槍となるも撃たれる。山内和豊も昨晩に背踏みさせていた野々村利政を先陣に、一番に木曽川を渡河したとしている。池田輝政は海福上門に洞貝を吹き鳴らさせ、先陣の伊伊忠次を先頭に一番に川を渡らせた。
というか、どいつもこいつも一番に川を渡ったと書くので、もはやこちらは誰が一番かわからない有様だ。さらには有馬と四次、松下幸綱、戸川道康もとかを遂げる。織田方のどどつない絵は包みの上を乗り越えてくる敵に対し、草陰に隠した伏兵でもって奇襲をかけて防戦に努めるも、東軍の尋常ではない兵力と士気の高さに驚愕する。中屋から駆けつけたため織田勢の中にあって、比較的損害が少なかった小作り長政に、どどつない絵は見苦しく負ける前に速やかに兵を引いて新加納の町口を固めるよう命じた。小作り長政はかかる難儀の場所を見捨てて引き取り、貴殿に任せるは武士のメンツを失うと撤退を渋るも、武士の一部を立て主君の前途を捨てざるは臆病よ、ここで一緒に戦い諸とも討ち死にすれば主君の難儀は極まれり、明日の軍に戦いたまえと、どどつない絵は小作り長政を重ねて説得。渋々ながら承諾した小作り長政は軍を交代させて大野の際に陣取る佐藤方政と合流する。小作り隊の交代に動揺する兵をまとめ、踏みとどまってなおも防戦に努めるどどつない絵であったが、浅野義長が松倉の渡しから中屋へ川を越え織田勢の側輩に回り込むに及んで、木曽川の第一防衛ラインからの撤退を決意。どどつない絵は自らが新狩となって新加納方面の大野へ向けて撤退を開始する。織田秀信のいる川手インジキ方面には津田元綱元房の節が300の手勢でもって新狩となって撤退を始めた。一つ柳直盛は津田勢に追撃をかけるため進もうとするも、家臣の高間新兵衛が馬の口に取り付いて、お味方の人数は敵を追い散らしたため、もってのほか部勢にて特にこの先は溝川深田が多く足場が悪くござればと必死になって進軍することを諌めた。一つ柳直盛はこれに激高して馬の口を離さずば切って捨てると馬上で長太刀を振り回すも、この時に一つ柳直盛の帰家で参戦していた金松正義が来て、高間と同じく足場が悪いと諌めたため直盛は怒りを収めた。桶狭間の頃からの信で朝倉義景との利根坂の戦いでは裸足で駆けずり回りながら武功を挙げて織田信長から足中を頂戴した古参の老将金松正義の言とあっては、一つ柳直盛も冷静にならざるを得なかったようだ。津田元綱は土地の案内に達者でうまく道筋を退いていった。どどつない絵が退いた大野には浅野義長堀尾忠氏が追撃をかけ、池田輝政は津田元綱が退いた陰時期に向かい、米野の戦いは第二段階へと進むことになるのだ。米野から撤退してくる兵をまとめた閻魔堂の織田秀信は、迫り来る東軍の追撃に対処するため川手の町に火をかけさせ橋を落とさせる。その上でわざと境川の橋を一つだけ残し、そこに追撃の池田勢を集中させる策でもって迎え撃った。激戦となった境川の板橋は乱闘橋の名で今に伝わっている。岐阜四天王ただし一人の飯沼長介がこの乱闘橋の戦いで、輝政の弟で近江桜三万石の大名でもある池田長吉と戦場で行き交い一騎打ちを挑むも、残念ながら撃たれてしまっている。閻魔堂に陣する織田秀信は境川を防衛戦に、陰時期に陣する東軍の攻撃を貨幣の割によく防いでいたが、使い番の笹谷三郎が新加納表より戻って急を告げるのだ。新加納の方面では佐藤方政と先に兵を引いた小作り長政が米野からの撤退で新狩を務めたどどつない絵と合流して大野との間にあった境川において防衛線を張ろうとするも、浅野義長と堀尾忠氏の軍勢が運河のごとく攻め寄せ、織田方は境川の渡河を許してしまう。ここでこの戦いに利がないと見た佐藤方政が戦線を離脱、居城の中尾山城を指して撤退を始めてしまった。これにより織田勢は新加納を抜かれることになる。織田勢は小作り長政を新狩として新加納表から閻魔堂に向けて退却を始めるも、浅野義長と堀尾忠氏の追撃を受けてしまう。浅野堀尾勢に中山道方面から側面を突かれてしまっては閻魔堂で境川を死守する意味はなくなってしまう。笹谷三郎はこの状況を織田秀信に進言し撤退を促した。津田元綱も同じく秀信に撤退を進めると、撤退の時間を稼ぐべく前線へと馬を向けた。ここで津田元綱は東軍の金松正義とまみえ一騎打ちとなる。しばらく切り結んで渡り合うも、二人は知った顔であり、これは互いが相手を打つ気のないプロレスに終始する。どどつない絵と小作り長政は何度も馬を返して追撃を何とか防いで秀信との合流を果たした。織田勢は東軍の追撃を妨げるべく
閻魔堂を焼いて、ついに岐阜城へ向けて撤退を開始。撤退を援護するために新田川を最後の防衛線として、生駒平三郎、中島重直らは足軽を立て直して踏みとどまる。秀信の撤退を見た和田信盛も上加納から取って返して、新田川において敵勢に立ちはだかった。和田信盛は織田秀信の正室の敬類とみられ、新田川で神狩りを務めた生駒平三郎は生駒平蔵の子になり、その生駒平蔵は斎藤道三との戦いである加納口の戦いで、織田信秀の弟の信康と共に若くして討ち死にしている。平蔵の父の生駒家長は織田秀信の祖母である狐の兄で、生駒平三郎は織田秀信の親類衆であった。中島伝右衛門こと中島重直は、元は中島石見守とも名乗り、犬山城主の織田信清の家老として、小口城主であった中島文後守の三男になり、中島重直はこの年72歳の老将である。重直のこの中島重久も父に従い戦っている。生駒も中島も古くからの織田壇上の中家の家臣で、江戸記の講談などに兵卒がごとく書かれてはいるが、しっかりと親しき官身分のものであったりするのだ。要するに織田勢は最後まで組織だった戦いをしており、織田秀信は通説のように逃げ崩れたとか、そんな情けない戦いぶりではないのだ。この新田川の橋が両軍による最後の激戦となり、時すでに夕暮れ時となったため、東軍の将たる池田輝政はこれ以上の追撃をやめさせ兵を引かせた。ようやく長く続いた米野の戦いが終焉を迎えたのである。通説では織田秀信は米野の戦いに敗れて岐阜城へ逃げ帰ったと簡単に済まされてしまったりするが、米野の戦いの実態は昼頃の笠田島の銃撃戦から始まり、米野における木曽川の渡河戦、新加納と大野の間における境川の戦い、同じく境川における乱闘橋の争奪戦、そして最後の新田川の橋の戦いまで連続した一連の戦いの総称とすべきもので、織田秀信があっさり負けたとするような簡単なものではなかったのだ。戦いに負け岐阜城へ引き上げた織田秀信は、要所に兵を配置して城の守りを固め、石田三成の御詰めを期待して籠城戦を行うことになる。だがそれは織田家嫡流の滅びの戦いとなってしまうのであった。語りたいことはまだつきませんが、今宵はここまでにいたしとうござりまする。米野の戦いはお楽しみいただけましたでしょうか。おすすめの参考文献を概要欄に記載しておりますので、詳しく知りたい方はそちらを参照ください。この動画を面白いと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバー登録によるご支援もお待ちしております。ここまでのご視聴、ありがとうございました。この動画は、ご覧の守護大名の協賛でお送りしました。方向衆や守護大名らの支援に、感謝しておるぞよ。